八千台バス貸切社株式会社やちよバスタクシーは沖縄県宮古島市に本社を置き路線バス、観光バス、タクシー事業を営む会社である。宮古島には当社と宮古競泳バスの2社の乗り合いバス会社が存在するが当社は宮古島市街地から宮古島北部及び池間島を結ぶ路線の運行を行っている。八千台バスと宮古競泳バスは 友平らにターミナルを持つもの,の、の離れた場所にあるためスムーズな乗り継ぎは困難であった。しかし、2015年1月31日のイラブ大橋開通を機に、平ら港に交通欠接点と称するバス乗り場を新設し、翌2月1日から、京和バスを含む3社が、それぞれの路線を平ら港に乗り入れ、平ら港で3社のバス路線の乗り換えが可能となった。 2021年1月4日より、欠接点が、宮古島新市庁舎に移動。2016年10月1日のダイヤ改正により、池間一周線の一路線のみとなっている。宮古島市中心部の平良地区と島北部の半島部の地域、及びその北側にある池間島を池間大橋経由で結ぶ。全部で8往復の運行で、休日には夕方1往復が減便される。 宮古島市役所発池間島行きを下り池間島発宮古島市役所行きを上りとしている。半島部の県道230号線を通り野田を経由する便と半島東側の大浦島尻港を経由する便が4往復ずつあり野田経由の下りの折り返しの上りは大浦経由大浦経由の下りの折り返しの上りは野田経由である。島尻港は 大見は島への航路が発着しない、時間帯は経由しない。2021年7月1日より、大村経由便は、島尻入口以北、野田経由便は、野台北で、フリー乗降性を導入している。内は一部の便のみが経由する、停留所2016年9月30日までは、半島北端近くの狩又で折り返す狩又一周線も、あった。以下の車両を保有している。 バスは日野車が中心となっている。路線車4台の内日のレインボーを3台、三菱不走、ローザを1台保有する。路線車は2016年6月までにすべて交通バリアフリー法適合車両に置き換えられた。ありがとうございます。